皆さんこんにちは、ジャパニーズヨガの夏美です。前回の動画から少し空いたので、こう心配してくださる方がいるんじゃないかと思って今日は動画を撮っています。前の動画でトラブル続きでっていう話をしてたと思うんですが、もうね、そこから本当またね、いろいろありましたよ。でもこうやって無事に動画を撮影できているので、もう大丈夫です前にその次の物件に行かなきゃいけないって話をしてたと思うんですよね。でその距離があるからどうかななんて話をしてたと思うんですが、なんとその物件から逆に断られてしまったんですよ。なんかそこのコンドミニアムが新規の何でしょう、受付をちょっとストップしてるみたいな形で、断られて、で私としても遠かったので、まあ、逆に断られてよかったかもと思って、そこからまた新しいコンドミニアムを探して、で見つかったんですね。この部屋を出て、向かいますいい部屋でしたよねワンルームだけど、なんか女の子のお部屋みたいな感じで、素敵なお部屋でしたじゃあ今からやっと長く滞在できる場所に安心していける場所だと思うんですけれどね、大丈夫だといいね。行ってきまーす。なんとか前のところを出て、今新しい場所に向かってます。ちょっと大きめのスーツケースをゴロゴロしながら、でも徒歩圏内10分、15分ぐらいかなくらいで着く予定なので、なんとかなるかなっていう感じです。車も全然いないから、もう道路をゴロゴロ、道路の方がスーツケース押しやすいから、ここだとちょっとガタガタしちゃって大変なんと中に入れてもらえなくて外で待ってるんです。暑いなんかすごくこの最近このチェックインとかにとっても厳しくって、ここの物件が決まるまでもなんかこうとってもいろんなこと聞かれたりしました。今入れてもらいました。むっちゃ暑くなっちゃったね。なんとか入れてもらえて今待ってます。もうなんか皆さんすごい心配してくださる方が、コメントとか、そのね、お声掛け、知り合いに声かけてくださったりとかってメッセージくださった方がいて、本当に本当に本当にありがとうございました。なんかもう申し訳ないと思いながらも、本当に本当にありがたいです。感謝です。でもまあこうやってとりあえずは場所が決まれば、もう何でしょう、ロックダウンの解除までは私はもういようかなって思っているので、なんとか大丈夫かなって感じています。でしかもですね、18日に私一応大使館の方にメッセージしておいたんですよね。というのはビザがもう取れないというか、延長したくてもビザの窓口が出なかったので、でどうしたらいいんだろうと思って一応メールしておいたんですね。それが返事がやっと届いて、22日の夜に届いたのかな、夕方ぐらいに届いて、なんかこう一応過ぎても再開されてから30日以内に行ってもらえれば大丈夫ですとか、なんかそのあたりが来てました。Hello. Yes. はあ、引き続き待ちぼうけになってます。なんかめちゃくちゃ情報をもう一回くださいみたいな感じで、いつからいるのか、マニラにとか、どこに行ったかとか、こう、街とか歩き回ってないかとか、なんかそういうことをね、いろいろ聞かれて、メールを送ったんですけれど、それを今待ってる感じです。結局、なんかそこに話を通して、チェックインの手続きができるように進めてるって言ってたんですけど、待てど待てど、全く、こう進まずに、で私たちはロビーでもう本当に待ちぼうけになってしまって、でですね、
何時間待ったんでしょう。11時から待ったので10、1、2、3、4、5、5時間、6時間、計6時間で、結局ですね、なんとそこから今日はちょっとそこにもうステイができないかもしれないっていうことを言われて、もうそこからまた新しい物件探さなきゃいけないと思って、でももう時間もないじゃないですか、もう夕方に入ったので。で探しては見たんですけれど、同じように、要はこのコロナの影響で新規の方はもう一切入れられないっていう風になってますっていう感じで断られて、もういよいよ本当の宿なしっていう時も私もう泣いちゃいました。本当にボロボロ泣いちゃいましたもんねもうマニラがですね、ホテルも新規の受付してないんですよ。もう一切出ないみたいな感じになってしまってるんですよ。だからもう泊まるとこもないみたいな感じで、で私もボロボロ泣いちゃって、もうどうしようみたいな感じでいたら、もともとまあそこの、なんでしょう、私は連絡を取り合って、そこのコンドミニアムにこう滞在するためにホストさんっていうんですかね、担当してた方が、日本人のご友人がいらっしゃって、その方に相談してくれて、なんとその日本人の方が迎えに来てくれて、で、なんか余ってるコンドミニアムで誰も使ってないところがあるからって言って、連れてきてもらったんですよ。すごくないですか？もうスーパーミラクルというか、もう本当にもう神様ありがとうって感じでした。だってコンドミニアムもない、ホテルもないって、もう野宿ですよねいや子供がいなかったら私全然平気なんですよ。若い頃野宿とかしたことあるし、なんでもないですけど、やっぱり子供がいるともう守りに精神的に入ってるので、もう子供もどうにもね、なんかそんな変な目に遭わせられないと思ってるから、もう本当泣いて泣いて大変だったんですが、そうやって助けてくださった方がいて、私たちはこうやってなんとか住む場所とか滞在する場所をご紹介してもらえるっていう形で、今ここで元気に実は過ごしています。なのでもうね、今だから笑って私もこうやって皆さんにシェアできるんですけど、すっごいぐったりしちゃって、もうね動画を撮る気にもならなかった。ただ私って本当に多分もうこれ運がいい方で、こんな感じでどこにも入れてもらえなくて、多分本当に野宿みたいになっちゃった方いるんじゃないかなと思うんですよ。もうこれ日本人だけじゃなくて、もうね世界で絶対いるだろうなと思ったら、もうね本当に、ああもう心がね痛いどころじゃないですよ。もうね苦しい苦しいって感じでした。例えばフィリピンだともう法律が変わってしまって、夜の8時から朝5時まで出れないから、出ちゃうとこう逮捕なんですよとか、法律まで変わってるって感じです。スーパーに行こうと思って、まあ並びますよね。で私のバーに入れると、バーになった時に赤ちゃんを連れてることに言われてしまって、で、ノーって、ノーベイビーって言われて、入れませんって言われちゃったんですよ。もうその時に、って、スーパーにもし赤ちゃんと一緒に入れなかったら私死んじゃうじゃないですか。もう、何も買えない。だからもうめっちゃ泣きそうになって、I don't have a family って言って、私は家族を持ってないって、そう、この必死な感じで伝えたら、もうじゃあしょうがないみたいな感じで入れてくれたんですけど、考えてみたら、あいつ人手なしって感じですよね。まあしょうがない決まりなんですけど、赤ちゃん入れちゃいけないとか決まりなんですけど、もう本当家族がいない人とか預けられない人とかもうどうしようっていう感じですよね。そんなのもうそんなのはもう絶対に守らないと思って、もうこれからは I don't have family で行くと思ってます。ね、I don't have family、あのアローンって言って。もうどうにか突っ切ってやるってね、すごい感じました。きっと日本の方が自由なんじゃないかなって感じたりしていますただ皆さんも元気に毎日穏やかに過ごしてくださいね。私たちも、まあ、なんだかんだいろんな大変なことはありましたが、それを乗り越えてより元気に過ごしていこうと思っています。
また次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。インスタグラムもあります。ハッピーなつむで検索してみてください。